都市祥山は、北海道旭川市と上川郡ピップ町にまたがる、山、公園。日本国内最大級の片栗群落がある。アイヌ語で、絶壁を意味する、ゥッソに由来する。スッソは、突き出た壁を意味する、トゥクソから点火した語である。都市祥山は、明治末期から、牛馬の放牧や、農業利用、炭焼き用の伐採などによって、人の手が加えられたことから、 北海道内では珍しい里山のような風情を持っている。1990年にゴルフ場の開発計画があり、計画に反対した市民が中心となって、都市省産の自然を考える会を発足して、都市省産にゴルフ場はいらないの合言葉で市民活動を行った。その結果、旭川市とピップ町が自然環境保全を目的として都市省産を、 こういう地化することになった。その後は、都市省産と身近な自然を考える会と名称変更して活動を続け、2008年には市民、NPO、行政の3社による都市商産運営協議会が発足した。協議会が行政へ提言し、行政はこれに基づいて、指定管理者と事業契約し、指定管理者が市民と連携して、 運営を行うシステムが構築した。都市省三南橋にあり、旭川市の酒造メーカー男山が所有している。1966年に公園を造成して、翌年に開園した。北海本歌発祥の地域がある。約32ヘクタールある園内の森林は、片栗の花が咲く4月中旬頃から5月上旬頃までの期間限定で開園する。 男山自然公園に関するカテゴリー、ありがとうございます。